亀岡拓二。職業脇役俳優、仕事はなるべく断りません。そんな脇役俳優が恋をした。伝えよう愛の言葉を。まさかの豪華キャストで送る奇想天外なエンターテインメント。今日は安住さんに。俳優亀岡拓司。泥棒の人だ。今年入ってもう7回目泥棒。即答でしたね。矢沢さんがこの主演というお話聞いてます。やります。あのシーンがすごくこう自然なんですよね。よく行く居酒屋のマスターですね、はあ、いや飲んでる背中同じだなって監督の欲求に応えられないというです、ね、自分ジレンマ感じまして言ってることが分かんないんですよ。途中から完全にブータれちゃったんですけれども、横浜佐藤監督の世界観とか色に圧倒されまして、どうもすいませんでした。喋るからだったら、いつ私ブータれてた時に一緒でしたよね。あれはね、ブータれる前ですよ。嘘。いや、ちょっと始まってましたよね。始まった。